この動画は、これらのダウンロードコンテンツと、モッドを使用して、プレイしています。ヒグマ。ヒグマ歴2366年、スペースヒグマたちが一方的に認定した、聖地とされるヒグマー星系についに第4連邦艦隊が到達。さらに隣接するダー星系に降下上陸部隊を派遣する。ついにこの日がやってきた。我らが悲願、聖地であるヒグマー星系を風向の手から取り戻すのだ。聖地ヒグマー星系の奪還完了です。早いなおい。時間経過速度を下げるのを忘れて、最高速で時間を進めてしまったようです。まあいい。このままダー星系を確保し、ヒグマーダー領域を制圧する。ダー星系に降下上陸部隊到着。降下制圧作戦開始。完了しました。ヒグマーダー制圧完了。さて、我らの戦争の目的は達したわけだが、戦争を始めたケイリミアン理事会がどこまでやれば満足するのやら。とりあえず、風無用の進行を進めて、戦争疲労度を増加させてみるか。承知しました。各艦隊に進撃続行の指示を出します。その後、大きな戦闘もなく、各星系を制圧して回ること3年。不可侵風無の領土の大部分が予期連盟が制圧。それでもなお停戦の兆しは見えなかった。まだ終わらんのか。オバディナンも我が艦隊によって大部分を制圧しているというのに。ケイリミアン理事会が要求した領土への進行が進んでいないようで。我々が風無北方を制圧している間、オバディナンからの風無支援艦隊が南方のケイリミアン艦隊を叩きのめしていた模様。そして、ヒグマーダー聖域の確保のために駐留させた艦隊にケイリミアン艦隊が追従した結果、複数のケイリミアン艦隊が油兵となっています。我々が直接要衝に赴いて決着をつけて回らなければならないようですな。南方オバディナンがあって、カラゼナン県はどうなった？カラゼナン県はオバディナンと一進一退の状況。ワームホールを利用してオバディナンに侵攻した第6連邦艦隊はオバディナン首都星系に迫っていますが、オバディナン艦隊はカラゼナン首都星系に迫っており、銀座谷の鬼ごっこ状態に。そんな中、オバディナンと敵対している我々を支援するかのように、びっさり協約から資源の提供がありました。敵の敵は味方ということか。連邦に加盟する気は相変わらずないようですが、オバディナンが苦戦するのは歓迎のようです。それくらいしたたかな方がいいわい。とりあえず、貢ぎ物はいただいておこう。シューゼーニア星系で戦闘中のケイリミアン艦隊ですが、風無の艦隊がすり抜けて、後方の星系を脅かそうとしています。ケイリミアン艦隊は星系基地に夢中なようだな。センサー範囲の外側を迂回する風無艦隊を捕捉できず、ケイリミアン艦隊は惑星中央で星系基地襲撃に専念しています。そのまま、風無艦隊はオブルケバス星系にすり抜けます。ですが、我が艦隊がオブルケバスにて待機。敵艦隊を待ち伏せます。かかったなバカめ。敵艦隊即死。戦力値400の艦隊を1万の艦隊で待ち伏せ奇襲とか、少々大人げなかったかもしれんがな。このままシュージェーニアを抜けて、縄文竜だかなんだかって惑星を攻めるぞ。オバディナンの主力艦隊がケイリミアン艦隊を蹂躙しているから、我々が直接戦うとな。久しぶりの艦隊決戦ですな。艦隊戦力値は我々が2倍だが、防衛要塞もあるから、少しは骨のある戦いになりそうだな。まあ、いくらか戦国してくれないと、宇宙軍許容量的に戦艦の建造ができんというのがなんとも。旧型のコルベット薬局艦が戦没して、巡洋艦や戦艦に置き換えるという、当初の戦力拡張計画が無賛しておりますからな。戦後復興と戦争の繰り返しで、艦隊更新のタイミングを逃してばかりで困ったものだ。現状でも合金の備蓄上限に達して、ようやく駆逐数隻を戦艦に更新するといった状態ですからな。合金生産重視で、余った分は連邦の盟友にお裾分けして、連邦艦隊や自国艦隊の強化に使ってもらうんだが、あまり有効利用してもらってる気がしないんだよな。直接艦艇を供与してあげたい気がしないでもない。敵艦隊殲滅。防御要塞の攻略に専念します。オバディナンの艦隊とぶつかったのは今回が初めてかな？おそらく。しかし、オバディナンの艦隊も我らスペースヒグマの敵ではなかったといったところか。この銀座で脅威となるのは没落帝国のバルート戦国くらいでしょうな。まあ、進んで撤退しようとも思わんかな。敵防衛要塞撃破。攻略完了。間もなくケイリミアンの降下上陸部隊が惑星を確保するでしょう。風無とケイリミアン側の体制は決しました。次はオバディナン合衆国とカラゼナン県での戦闘だな。第1艦隊はこのまま銀河中心に沿って、カラゼナン県に向かう。
第6連邦艦隊はオバディナンの首都聖系オダカのオバディナン首都聖オバディンを攻撃する。第6連邦艦隊は151隻のコルベットで構成される。艦隊戦力3万の大艦隊です。連邦諸国が好きあらばコルベットを建造して送りつけて、いつの間にか151隻。手前はケイリミアンの造船所で作られたアジサイ級ミサイル艇。奥に我らスペースヒグマの領内で建造されたアジサイ級ミサイル艇。同じアジサイ級ミサイル艇なのに、この見た目の違い。搭乗員の種族が違えば、居住空間とかの設計も変わって、船体全体の形状が変わってしまうのだろう。手足の数が変わればコンソールや端末の形状も変わるだろうし、体格の違いで船室の大きさも変わる。なるほど。しかし、こうして151隻もあると、ミサイル艇とはいえ壮観だな。最近は空で何件のアジサイ級ミサイル艇も建造されているようでして、3種類のアジサイ級ミサイル艇150隻近くが艦隊を形成しております。連邦艦隊は艦隊式上限がないからいいものの、今後艦隊は同じ艦隊敷地で戦艦主体の構成にしないと戦力が整わないな。連邦艦隊の規模も上限があるので、コルベットを量産されるよりは戦艦主体の方が戦力になるんですけどね。連邦艦隊が大打撃を受けた時に、我が国が戦艦を建造して提供すればいいだけだがな。損害が発生した時は、そのように対応します。うむ。オバディナン首都聖オバディンの攻略も時間の問題です。ですが、オバディナン艦隊がカラゼナン県に流れ込んでいて、カラゼナン県の大部分がオバディナンに奪われています。第1艦隊が到着するまでにカラゼナン県が飲み込まれる危険性が。うん。そのタイミングで現状追認されると、少々厄介なことになります。第6艦隊は敵主要星系を攻略させるとして、ワームホールを警戒していた本国艦隊をカラゼナンに派遣せんといかんな。カラゼナン県に向かうルートは、北方、西方、ワームホールだけだから。北方は第1本国艦隊、西方は第6連邦艦隊、ワームホールは本国に控えていた第2艦隊を差し向けよう。承知しました。星系の占領とカラゼナン県への移動を続け、3年が経過。第1艦隊がカラゼナン県国境のラゾン星系に到着、占領していたオバディナン艦隊と戦闘に入りました。銀河を走り回ると、やはり時間がかかるな。ケイリミアンが和平を結ばなかったのは不幸中の幸いといったところでしょうか。カラゼナンのほぼ全域がオバディナンに奪われていたからな。第6艦隊はカラゼナン県南方の非占領星系の解放を続け、カラゼナン首都星系に向かいつつあり、第2艦隊はアステリオン星系のワームホールに急行中。アステリオンに向かうオバディナン艦隊の迎撃に間に合うかは微妙なところです。両軍の戦争疲弊度も限界に近い。前の戦争のように、戦争疲弊度が原因で停戦されるなら急いでカラゼナン県本土の解放をせんといかんな。アステリオンにオバディナン艦隊が襲来。第2艦隊は？第2艦隊は急行中。第2本国艦隊、到着しました。オバディナン艦隊を迎撃。カラゼナン県を支援します。オバディナン艦隊が撤退。アステリオン防衛に成功しました。再編成中だった第2艦隊の戦力は7000、敵艦隊は5000ほど。防衛要塞が残っているうちに攻撃できなければ、どう転んでいたことやら。ともあれ、カラゼナン県の支援は3個艦隊で対応していけばなんとかなりそうだな。長期間の戦争で、提供力も溜まってきました。カザムに追加で領土請求していこう。ヒグマー星系までの経路確保ですな。これでワームホールの掌握どころか、ヒグマー星系までの経路確保まで達成できる。数回に分けて占領していくつもりだったんだがな。戦争の回数を減らせるのはいいことかと。長期のグダグダよりも、短期で小分けの戦争した方がやりやすい気がしないでもない。手応えのない敵の領土を占領して回り続けるのは、さすがにしんどいな。その後、第6連邦艦隊がカラゼナン県首都聖系にてオバディナン合衆国艦隊を捕捉。第1本国艦隊と共にカラゼナン県に侵攻してきたオバディナン艦隊を攻撃。オバディナン艦隊を駆逐していった。オバディナン艦隊がカラゼナン県国内から一掃されたのは、ヒグマ暦2381年になってのことである。報告です。カラゼナン県が走り狼公国の統合を開始。将来的に走り狼公国の消滅が決定しました。オバディナンに国土を蹂躙され、戦闘に備えて確保するつもりかな。今回の戦闘で惑星の大部分をオバディナンの制圧下に置かれていますからね。
第1艦隊、アスウィリー星系の奪還完了。同時に両軍が戦争疲弊度 100% に。うむ、上陸部隊の整備が不十分で惑星奪還が遅れ気味なのだが。オバディナンは各惑星に領有権を主張してはいないので、戦後もカラゼナン県の領土のままです。過去にカラゼナン県とオバディナン合衆国が戦争した際に奪われた領土が、再びカラゼナンのものにはなるようですが。まあ、そこらはうちらには関係ないからな。ケイリミアンとカザムが現状追認で停戦しました。オバディナンはカザムを属国にしたようです。ケイリミアンと我々に国土をむしり取られて絶対化したからな。銀河北方ではこの戦争で飛び地が大量に形成されました。カザムの領土が分断されてチリチリになっておるわい。今回の戦争で、ケイリミアン理事会がだいぶ国土を広げたのう。ただ、我々が手に入れたベストーラス星系のワームホールとヒグマー星系を結ぶラインに割って入っているのが気になるが。同じ連邦に属しているうちは、特に問題もないでしょう。先にカザムに請求していたのはケイリミアン理事会ですからね。ヒグマー星系西側のカザム領を奪ってもいいかもしれんが、ビッサリ条約と国境を接すると関係が悪化するからな。ビッサリ条約程度の国なら、赤子の手をひねるようなものではありませんか。おバカ者。我らスペースヒグマは愛と正義のために戦う。どの口か。ああ。左遷。まあ、ビッサリと国境を接することがない程度に領土を削って、ヒグマー星系と領土をつなげるのはいいかもしれんな。ヒグマー星系が完全に孤立してますからな。まあ、今は戦後処理の内政を優先する時だ。まずは目の前の問題を片付けよう。承知しました。ヒグマ歴2381年5月、約20年に及ぶ第二次カザム、ケイリミアン戦争は停戦。カラゼナン県とオバディナン合衆国も参加した、大規模かつ長期間の銀河大戦は一時的な休息に入った。不可侵カザム信任会はオバディナン合衆国の属国となり、ハシビロー公国はカラゼナン県に統合が決定。ハシビロー公国はその後ひっそりとカラゼナン県の国土となり、銀河から消滅する。それから戦後内政に各国が務めること8年が経過。陛下、X サイズの武装の研究が完了し、艦隊機関の建造が可能になりました。これで戦艦よりも強力な艦艇の設計と建造が可能になります。ただし、建造数は国力に比例しますので、配備先は厳選してください。うむ、当面は各艦隊の機関に1隻ずつといったところか。艦隊再編と合わせて進めていくことにしよう。X サイズの武装もまだ種類が少ないが、いずれはバリエーションも用意したいところだな。大シールド重視、大装甲重視で用意して、敵艦隊の特徴に合わせるのですな。まあ、国力差が大きいから通常艦艇でご利用してもいいんだがな。それからさらに2年後。報告です。オバディナン合衆国とビッサリ条約で戦争です。我々に打ちのめされたオバディナンにビッサリが漁夫の利を狙ったか？いえ、オバディナン合衆国が宣戦布告したようで。ふむ。国土もそれなりに残っているから、艦隊がある程度再編できたということかな？ふーむ。どうしましたか？いや、漁夫の利でも狙おうか悩んでいる。あんたもうこの国力差なら漁夫の利とか戦でもいいでしょうか。お、おん。じゃあ、とりあえずヒグマー星系の北にいる採掘用ドローンでも蹴散らして暇つぶしするか。入るヒグマヒグマ歴2391年、銀河の大勢が決したことで暇を持て余すスペースヒグマたち。新たな惑星への入植など、ささやかな変化の中で、資源と影響力の浪費先に悩んでいた。銀河大戦の果て、長きにわたる平和。それは民衆にとっては歓迎すべきことではあるが、スペースヒグマたちには退屈な時代の幕開けでもあった。銀河大戦終結から数十年、退屈な時間を持て余していた皇帝にある情報がもたらされる。全宇宙文明の発展、新国家樹立、そして、バルート先駆国の覚醒。ついに現れる皇帝主に、軍備増強を急ぐスペースヒグマ。長い平和を経て、再び王星ヒグマ星系連合は宣戦布告を実行する。次回、スペースヒグマ攻防期。保護。ヒグマの歴史が、また、1ページ。